してみればいいと思います。あー、血管が切れる脳みそ。はっ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 。どっから声出た今。30枚ぐらい写真撮りたい。いや、首エロ。いや、首エロ。いや、耳ちっちゃ、かわいい。いや、ちょっと待って。眉毛細め、くりくり、鼻かわいい、口かわいい。かやべえ、マジかよ。一周回って冷静になってきた。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。うわ、めっちゃ可愛い。どうしよう。うわっ、ちょ おい、甘噛みって神ゲーですか、これは。もしかして、もしかしなくてもこれは神ゲーだったりしますか、これは。いや、顔は、いや、首エロ。いや、かわいい。やべえ、やべえ、もう口でチューしろよ、もう。やべえ、これはやべえ。や、柔らかい。ひたすらに可愛かったです。説明しづらいかも。やっぱりそうですよね。あなんていうか、ありがとう。いやー、こんなにもうさ、ほっぺにチューまで許してこんなに言ってくれるね。こうね、お試し期間とかね、その自分のどこが好かれてるかわからないとかね、言ってる場合じゃないんですよ。もしかしなくても神ゲーだったわ、マジで。ああ。そうなんですか？先輩のお話を聞いてたら、ちょっと食べたくなってきちゃいました。ああ。そのしたいことがしたいって言ってたよね。はい。それが中津さんの苦手なこととか嫌いなことだったらどうする？平気だと思います。マジ？きっと私も好きになれると思います。いい子通り越してるよ。いい子を通り越しちゃってるよ。割と危ないよ、この子は。
お寿司、ちゃうんだね、ほっぺにチューしたいんだなって。いやもうかわいい、いいよ、唇にして、唇にしよう、唇に、唇にしよう、唇に、唇、唇、唇、心臓が持たないよ。恥ずかしいですね。はあ。いっぱいすれば慣れるかもしれません。お前は何を言っているんだ。いっぱいしよう。幸せだ。幸せ以外の何者でもね。なんだこれ。いや見れば見るほど可愛い。あ可愛い。可愛い。先輩。なに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 。ええ中田ちゃんからほっぺにチューしてっていうの。帰宅イベントか。はい。これは帰りながら中ですかい。こうして中田さんと帰ることにした。あ、終わりかと思った。びっくりした。怖い。日が落ちるのが早まってきたね。え、うん、いや最近はますます日が落ちるのが早くなってきたの。もう全然話聞いてないぐらいはもう首ったけじゃないですか。そうですね。かわいい。はてなじゃねえんだ。長さんどうかしたの。え、何がですか。うん、いや無口ならばそれ緊張だろ。シンプルに緊張だろ。え、何何何壊れちゃうぜ、俺が。マジか。テテオじゃねえんだよ。なんでもないんです。わクソ主人公のせいで。つなごうよ。手つなごうよ。うわー。ああ今日は無理なんだね。また今度。うん。はい、お願いします。ああかわいい。ああかわいい。うーんかわいい。はい。ああかわいい。ああかわいい。
ああ、かわいい。こうして中田さんと一緒に帰った。今日の中田さんはいつもより落ち着きがなかったな。あ、もしかしてトイレでも我慢してたのかな、言ってくれればいいのに。ああ、頭お花畑。頭がお花畑だわ。もう、こんな神ゲーを作っちゃうからさ、世の中にね、現実の女の子なんていいって言っちゃうね。男子どもが湧くんですよ、これが。はい、休み1、2、昼がね、全部ね、前回と同じだったんで、もう、放課後のお帰りのね、イベントをこなして、まあ、今日は終わりにしようかなって思います。よし、一緒に帰ろう。中田さん、さえちゃん、さえちん、さえちん一緒に帰ろう。もしよかったら今日も一緒に帰る？今日こそ手つなげるといいな、中田ちゃん。勇気出して言えるかね。主人公バカだから多分中田ちゃんから言わないと無理だよ。頑張って中田ちゃん、頑張って、頑張れ。変だな、一緒に帰り始めると無言になっちゃうんだよな。変だな、でも刺してあげれたらいいんだけどな。主人公は多分無理だろうな。お、今日こそ覚悟を決めた。これは多分手をつなげる。ああ、かわいすぎて死ぬところだったマジで。ああ、今日も勇気出せなかったか。そっかー、そっかー、もどかしい主人公。死ぬ帰るのが嫌なのか、そんなわけねえだろうが。でもそれなら断るよな。いける、いける、いけちゃう、いく、頑張れ、頑張れ。テテオ、もうお前のそのテテオがいらねえわ。あ、遠慮せずに行ってみてよ。そうやな、かわいい、この決意を決めた顔が。先輩そのテオ、テオ、会えたー、かわいい。え、手をつなぐの？ごめんなさい、みんなお願いしちゃってご迷惑ですよね。いや大丈夫だって。そのウインナーみたいな色の指と指を絡め合わせようぜ。いや謝らなくてもいいんです。手をつなぎたいか、うん、お試し期間というやつ付き合ってるわけだし、まあ手ぐらい大丈夫だね。お前キスしといてなんだよ。手をつないで帰ろうか。いいんですか。いいんだよ、グリーンだよ。 ありがとうございます。いやもう待って、一枚家来るの。ぴょー、はいはい、わあ、顔面破壊力。おい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 、顔面の破壊力って超ブサイクなババアだけじゃなかったのかよ。可愛さでも持ち込まされるのかよ。マジかよ、どうなってんだ一体この世は。そんな理不尽が通っていいのか、やばい。ってかおっぱいでかすぎん。いやちょっと待って、うわ何このイケメンな感じ。おい、ひなた、お前ゲーム内でのひなたイケメンと、お前現実世界のひなたが嫉妬するぞ。え、なにこれ、バチクソにかわいい。どうしようこれ、え、どうしようこれ、いや保護者気分だ。なにこんなおっぱいがでかい子供がいてたまるか。可愛くない、可愛くない、助けて、現実世界に戻れなくなる。これさ、甘神の VR とか出たら一生出てこないだろ、ニート。おい、
ダメだって、甘神の VR は出しちゃ、絶対出しちゃダメ、分かったか。これカプコンだっけ、カプコンじゃねえわ、角川か、角川ダメだぞ、ダメだぞ甘神の VR とか作っちゃダメだぞ、マジでニートがマジで出てこなくなる家から。ポケモン GO で数々のニートが外に出るようになった現在、甘神 VR のせいで絶対家に出てこなくなるから、絶対やめた方がいい、マジでやめた方がいい。かわいい、これは。いや身長さすごいな、マジで。てかマジでいいなー、いいなー、なんかすごいイケメンじゃん、すごいイケメンじゃん、なんかゲーム内の日向、いいなー、なんだこの可愛さ、やば、いつまででも見れる、ここの画面だけで5分間ぐらい見れる、多分ここサムネ指定しなくても YouTube に上げた時にちょうどそこがサムネになるだろういやマジか。あれもしかしてさ、何ですか、あくそ、この前帰った時に出てよってっえ、どっちサムネにしよう、やばい、サムネの決め方がわからない、こういうこと、うわー、なんだよ、余裕ありかよ、手つないでんのに余裕ありかよ、どういうことだよ、俺その手汗とかめちゃくちゃびっちょびちょだわ、多分絶対、多分絶対ってどっち、相対性理論、そうだったんだ、あー来た、待ってください、いやーかわいい、あーかわいい、もうかわいい、笑わないでください、かわいい、絶対 VR とか作っちゃダメだ、これ意地悪です、もう、あ、う、あ、う、え、なんだなんだこのかわいさは。中田さんと手をつないで帰った、駅に着くとあっという間に着いちゃいましたって中田さんが寂しそうにしてた。まあ今度は学校からずっとね、宮とは全くタイプが違う年下の女の子なんだが可愛いもんだな。あ、てかそうか、妹がいるから、まあそうか、確かに年下が好きなになることはまあ確かにないのか。いやなんか俺の友達、まあ一人しかいないんだけど、友達も言ってたもんね、俺には妹がいるからあんまりこう年下の女の子、特に2歳差とかにはあんまりこうそそられないみたいなこと言ってましたもんね。俺には理解できませんが、うん、今日は寄り道してきたんだね。寄り道なのかな、寄り道してきたんだ。お土産はないの？お土産話ならあるよ、中田ちゃんと手をつないで帰ったんだ。てかもうミヤはもう知ってるよな、中田ちゃんと付き合ってるの、中田ちゃんが言うだろ。あーマジかわいい、これさあやつじさんでもあったよな、絶対帰るイベントで。さーて今日は何をしようかな。おはようございます。これなんだっけ、何やるんだっけ、どれだろう、まだもうこれじゃないの、前回もそうだったし、一回やってみるか、これ違ってたらやり直せばいいしね。やろっと。クリスマスを好きな女の子と過ごす、そのために自分の魅力を高める、ちょっとめんどくさいんだよな。いよいよそんなんじゃダメだ。今日も頑張るぞ。とりあえず勉強頑張ろう。やっぱり地道な努力が大切なんだよ。問題集を買えば頑張ろうと気になるだろうしな。ちゃんと努力する主人公だからな。好感持てるよね。さてと、どの問題集がいいかな。どうするか。これ思い切って店員さんに聞いてみたら、中田ちゃんじゃね。すいません、ちょっといいですか。実は問題集を探してるんですけど、とにかく分かりやすいものってどれですかね。この辺あたりがおすすめですね。もう店員さんやりてー、一瞬で出てくる答えが超やりて。え、待って、え、これ誰が出てくるとかないの。じゃあまあ新しい靴かな、行ってみるか。じっくりと時間をかけて選ぶだと出てくるんかなてか飛ばしちゃった、普通に見ればよかった。
12,800円、さすがに高いな。うん、ほーん、え、誰も出てこねえ。これ誰も出てこないオチ？誰も出てこないオチなんじゃないの？もしかして。もういいか、2回やって2回とも出てこなかったからもういいや。ねえ、ニーニー、もしかして彼女でもできた？え？最近すごく元気だし、怪しいな。へえ、中田ちゃん行ってないんだ、宮には。てか学校であんだけ一緒におったら噂になってるだろ？手つないで帰ってるし。絶対そうだと思うんだけどね。まあ、いっか。いやー楽しい。あと1日だけやったら今日は終わろうかな。よし。おーおーおー。今中田ちゃん出た？中田ちゃんが出たかだけ気になる。